はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みくもです。ポケットモンスター2019の第2話でございます。2話の感想でございます。まあ見た感想でございますけど、音なかったね。ちょっとすいません。おお、やっちまった。まあ、とにかく、2話の回のあらすじ、ざっくり言うと、初めてゴー君と会うシーン、びっくりしましたね。そして、来週が不思議そうっていうのも、楽しみですね。まあ、ポケットモンスター新シリーズですからね。ちょっと、村人さんに名前をつけてきます。わかりやすく。ちょっとお待ちくださいね。ということで、村人にポケモンの名前をつけております。今映ってるように、ポケモンの名前になったっていう。まあ、ざっくり2話は、とてもいい回だなと思いました。というと、そんな感じで、次回の3話、これ、不思議そうって不思議だねっていう回でございます。次回もポケモンゲットだぜということで、ご視聴ありがとうございました。